おー。おー、こりゃすげえわ。はい、こんにちは、ひろきです。ということで、今回は3月14日に発売されました新製品、新製品というよりかは再販商品になるかな。およそ20年ぶりにあのキットが登場です。はい、こちらバイスイントルーダーになります。バイスイントルーダー、レッツエンドゴーマックスに登場するマシンとなりますが、ぶっちゃけてしまうと、レッツエンドゴーマックス、よく知らないんだよな。草薙仁っていうのかな、ザンっていうのかな。リアルミニ四駆、ということで、なんと珍しい、走らないミニ四駆、ディスプレイタイプになってます。いやー、なんといっても、このミニ四駆、どうやら、変形するらしいんですけど、果たしてこれがどういう仕組みなのか、キットを開封して中を見ていくことにしましょう。これが実際に走ったら間違いなく強いだろうな。それでは中身見ていきましょう。おー、ギンギラギンや。待って、箱の裏に漫画の一コマ書いてある。うわぁ、これガチで強いやつじゃん。はい、改めまして、このギンギラギンのパーツ。うわぁ、眩しい。これがホイールかなっていうのはなんとなくわかるんですけど、真ん中がボディで、これがなんだろう、アームみたいなパーツ。そしたら次に入ってるもの、ノーマルタイヤ、こちらがですね、よりリアルにタイヤに溝が入ってます。それからそれから、お、2種類入ってました。これがクリアボディになるのかな。これとかどんなパーツになるのか全然予測がつかない。バイスイントルーダーの説明書と、これがね、なんて書いてあるか全く読めない。そして最後、シールですね。せーの、はい。なんだろう、レイスティンガーっぽいかな。あれ、箱の側面にもまた書いてある。バイスイントルーダーを走らせよう。あ、なるほど、ボディは乗せ替えて使うことができるんだ。超軽量ボディ 7g、 やるな、ジン君。はい、それではマシンを組み立てていきましょう。これはミニ四駆っていうよりもプラモデルの感覚かな。まずは透明ボディから。あ、そしたらもうシルバーメッキの方に行くんだ。ではシールを貼り合わせていって、裏側からこうか、こういう感じかな。おお、透けてる。それでこのタコ足がなんだっていうのがこれになるんだ。これがこうなって、こうなって、ここで一つメッキパーツをつけて、続いてタイヤ、タイヤをはめたらチューブみたいなのをここに入れて、そうしたらパーツと合わせて
これがシャフトってことかな。あ、すげえ、タイヤになった。あ、そしたらここにこう差し込むんだ。あー、なるほどなるほど。うおほー、うわー、超かっけーじゃん。タイヤ側面カバーをしまして、あれ、パチって言わない。ギュ、最後ボディを乗せて、あ、勝て勝て、あー、ついた。おー、もう満足。はい、最後にシールを貼ったところで、これでバイスイントルーダー完成です。うわ、やっべえ、これかっこよすぎじゃね。しかもバウンド抑制ついてる。いや、なんといってもニオンクがトランスフォームするなんて今までなかったよね。2020年まだ3ヶ月しか経ってませんが、これはもう神キット認定ありえるかもしれないな。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。